はい、こんにちは、リッキーです。今日はですね、カルロス・ゴーン日本脱出疑問点と今後についてというテーマでお話をしていきます。今日のトピックですけども、1つ目がどうやって日本脱出したのか、2つ目がレバノンから出国は可能なのか、3つ目はレバノンは今どういう状況なのか、そして4つ目に今後の注目点についてお話をしていきます。では早速本題に入っていきたいと思うんですけども、まずですね、どうやって日本を脱出したのか、これはですね、非常に疑問点が残るところなんですけども、彼はですね、今、保釈中という意味ですので、自由に行動はできないはずです。自宅の外はですね、もう24時間監視されていて、さらにですね、電話とかインターネットもこれももうちゃんと監視されている状況ですので、本当に彼がですね、どうやってまず自宅を出てさらにも国外に出たのか、ここはですね、非常に疑問点が残ります。例えばですね、パスポート、彼は三重国籍でフランス、ブラジル、レバノンのパスポートを持っているんですけども、これすべてですね、弁護士が、ちゃんと管理して弁護士のもとにあったと言われています。さらにですね、まあ、彼なんかゴーンさんですから、今もう日本中でさらに世界から見ても最もまあ注目されている人物です。このような人がですね、果たして本当に、警察、検察の目を、かいくぐって国外に本当に出ることができるのか、そこはですね、非常にここはもう疑問というか、今後ですね、まあ、捜査が注目される、焦点だと思います。そしてもちろんパスポートですね、これもない状態ですから、どうやってまず日本を出国したのか、入国管理局はどうなっているのか、出国管理がですね、記録がないという話ですから、非常にここもですね、疑問点が、かなり残ります。もしかしたらですね、本当にもうパスポートを、見せることなく出国審査をうまいこと抜けてですね、日本を出た可能性も、なくはないです。他にですね、まあ、可能性はもちろん残っているんですけども、ここはですね、今後、日本の、ちゃんと出国管理がどこまでできているのか、ここはですね、おそらく、まあ、注目というか、問い立てられる内容だと思います。そしてレバノンに入国した際はですね、フランスのパスポートを使って入国されたと言われていますけども、ここもですね、パスポートを全て弁護士が預かっているという話だったんですが、他の情報によりますと、フランスのパスポートはですね、もう一つ実は持っていたという話があります。場合によってですね、まあ、これもまあフランスですから、可能なのかなと思うんですけども、ここもですね、非常に疑問点が残ります。一部のニュースでは彼の自宅に、何か演奏会があってですね、そして大きな楽器ケースを運び出すときに、その中に彼が入って、なんとか出ていったという話があるんですけども、これはですね、おそらくまあないだろうということで、否定されています。そして計画的、組織的という話ですけども、もちろんこのような、自宅24時間監視をかいくぐってパスポートなしで日本を出国して、しかもそれをトルコ経由でレバノンに入った、ここまで彼がですね、一人でできるものだとは思えないので、おそらくですね、高い確率でかなり前から、数ヶ月前から計画をして、しかも組織的に、国際的な、ちゃんと組織によって計画されて実行された可能性が非常に高いです。そしてまあ偽造パスポートの可能性ですけども、これはですね、まあ、疑問が残るんですけども、おそらくまあないのかなと思います。フランスのパスポートをもう一つ持っていた可能性が濃厚だと思います。このようにまず日本をどうやって脱出したのか、出国したのかという点に関しては、今後注目される内容だと思います。そして2つ目、今レバノンにゴーンさんいるんですけども、この後ずっとレバノンにいるのかどうかという点に関しては、おそらくですね、まあ、しばらく、まあ、最低でも数ヶ月はレバノンにいるのではないかと思います。もしですね、彼が出国して行き先が日本とか韓国とかアメリカの場合ですね、この犯罪者引き渡し条約というものがありますから、これを締結している国、日本から見ると韓国とアメリカ、行くことはほぼないと思います。もしですね、この、韓国やアメリカに入ってそこでまあ捕まってしまうと、この犯罪者引き渡し条約によって、その韓国とアメリカはですね、日本に、ゴーンさんをちゃんと、移送しないといけなくなりますからね。ということで、ゴーンさんは韓国とアメリカ以外に行けば完全に安全で捕まることがないのかといえば、そうでもないと思います。なぜかというと、国際手配というものがあるからです。おそらく日本政府もこの国際手配をしていきます。そしてこの国際手配ですけども、これがですね、加盟国がなんと190カ国もありますから、この国際手配が実行されてしまうと、もしですね、彼がこの加盟国190カ国にもしですね、入った場合は、そこでですね、もし捕まるときは法律に基づいて
高い確率で日本に移送されることが予想されます。そして3つ目、レバノンの状況ですけども、レバノンはですね、まあ、中東の国なんですけども、今、まあ、政治的そして経済的に、まあ、不安定な国になっています。このような国が日本からの要請に基づいて本当に手続きをしてゴーンさんを日本に引き渡す、そのようなですね、手続きを踏んで、まあ、労力とですね、お金を割いて人員を割いてやることはおそらくないと思います。レバノン自体はですね、もう政治的にしかも経済的に不安定、大変な状況ですから、このような人を一人に対してですね、ゴーンさん一人に対して労力を割くというのはおそらくないと思いますね。このようなレバノンの状況ですから、ゴーン氏に対する対応はですね、この優先順位としてあまり高くないと思います。国自体がもう非常に忙しいというか、政治的、経済的に大変な状況なので、このようなゴーン氏に対して時間と労力を割くということはあまりないと思います。では今後の注目点に関してお話をしたいと思うんですけど、まず外交的な話をしますと、レバノン政府が今後どのような立場を取るのか、どのような声明を出すのかというところが注目ですね。それから日本政府からレバノン政府への要求がどのようにされるのか、おそらくですね、まあ、ゴーンさんを引き渡すような要求が出るだろうと思いますけれども、ここはですね、また日本政府の腕の見せ所、どのような対応をするか、そしてその後ですね、レバノン政府がどのように反応するのか、レバノン政府の反応もちゃんと注目したいと思うんですけれども、もし日本政府が引き渡しを要求した場合は、それを拒むのか、何か反応してくるのか、それとも、まあ、ないと思うんですけれども、引き渡しを要求通り進めるのか、これがですね、注目の点だと思います。そして、日本国内で注目する点としては、ゴーン氏による記者会見、これがですね、もし出てきたら非常にこれは大きいと思います。非常に見どころですね。それから、日本出国のこの原因解明についても日本国内で今後ですね注目されます。パスポートなしでしかも保釈中の状態で24時間監視されているのにどうやって日本を出たのか、ここはですね非常に注目されますという感じで、今回4つのトピック、日本はどうやって出たのか、レバノンから出国は可能なのか、そしてレバノンはどういう状況なのか、それから今後の注目点についてお話をしました。参考になれば幸いです。ではチャンネル登録の方もお願いします。